皆さんこんにちは、まこです。私はありさです。よろしくね。今日は画面の向こうのお友達と一緒にパラスポーツというものを一緒に体験していきたいと思います。わーい、楽しみ。まずはみんなにクイズです。今年は2021年ですが、今年日本で開催される大きなスポーツイベントといえばなんだ。画面の向こうのみんなも一緒に考えてみましょう。今年開催される大きなスポーツイベント、なんだっけ。分かった人はいましたか？そう、答えは東京2020オリンピックパラリンピックです。そうだ、本当は去年開催される予定だったけど、コロナの影響で今年に延期されたんだよね。ところでオリンピックとパラリンピックってどう違うのかな？確かにパラリンピックについて詳しく知らないお友達は多いかもしれないわね。ではまずはパラリンピックについて説明しますね。はい。パラリンピックとは世界最高峰の障害者スポーツ大会のことを言うの。パラリンピックのパラとはギリシャ語で沿うとか平行という意味があるの。へえ、世界最高峰の障害者スポーツ大会なのね。パラリンピックにはいろんな種目があって、種目の数は大会ごとに決められるけど、東京2020パラリンピックの場合、種目は何種目あると思う？いくつあるのかな？画面の向こうのみんなも一緒に考えてみましょう。正解は22種目です。当たっていたかな？みんなは正解しましたか？ねえねえ、パラリンピックにはどんな種目があるのかな？パラリンピックには車椅子フェンシング、車椅子ラグビー、車椅子バスケットボール、ゴールボール、自転車、水泳、卓球、馬術、パワーリフティング、アーチェリー、車椅子テニス、柔道、シッティングバレーボール、ボート、陸上、トライアスロン、ボッチャ、五人制サッカー、射撃、バドミントン、カヌー、テコンドーの全22種目があります。東京2020パラリンピックの種目は22種類だけど、それ以外にもいろいろな種類のパラスポーツがあるの。知っているかな？私、アンプティサッカーは見たことあるわ。アリサちゃん、よく知っているわね。パラスポーツの中でもサッカーは日本障害者サッカー連盟に加盟している種目として7つあるんだよ。アンプティサッカーもその一つだね。アンプティサッカーの他には何があるの？パラスポーツのサッカーはいろいろな種類があるわよ。東京2020パラリンピックの種目になっている五人制サッカーは視覚障害の人のサッカー。アリサちゃんが見たことのあるアンプティサッカーは手足を切断した人たちのサッカー。その他に電動車椅子サッカー、聴覚障害者のデフサッカー、精神障害者のソーシャルフットボール、知的障害者サッカー、脳性麻痺の人の CP サッカーなどがあるの。サッカーも様々な種類のパラスポーツがあるのね。そうなの。そして今日はなんと CP サッカーの日本代表選手が来ているのよ。それではご登場いただきましょう。 CP サッカー代表選手の方どうぞ。CP サッカー代表選手の二宮一太さん、谷口大成さんです。よろしくお願いします。お願いします。二宮一太です。よろしくお願いします。谷口大成です。
よろしくお願いします。それでは早速お二人にお話を伺っていきましょう。お二人はどんな障害があるんですか？自分は全身に麻痺が残っていて、食事を食べる時とか箸を使わないでフォークやスプーンを使って食べています。自分は、全身に麻痺があり、左手に特に、麻痺が、強くなっていて、コップの、水を運ぶのが苦手で、コップに水を入れてゆっくり運ぶことはできるんですけど、コップに水を入れて早く運ぶときに、手が震えて水を こぼしてしまいます。お二人がサッカーを始めたのはいつからなんですか？きっかけは何ですか？サッカーを始めたのは、小学1年生の時からで、きっかけは、プロの試合を見に行った時に始めたいなと思って始めました。自分がサッカーを始めたきっかけは、小学校1年生の時に、5年生と6年生の人たちがサッカーをやっていて、自分もやってみたいって思って始めました。サッカーをやっていて一番楽しかったことは何ですか？サッカーをやっていて一番楽しかったことは、試合に勝つのはもちろん、相手選手のシュートを止めた時が一番嬉しいです。サッカーを やっていて一番楽しかったことは、自分は、フォワードをやっていて、得点を決めて、試合に勝った時が一番楽しいです。今後の目標はありますか？今後の目標は、体が動く限りサッカーをやって、いずれは所属チームのコーチだったり、日本代表のゴールキーパーコーチを務めたいです。はい、今後の目標は、自分は、怪我をしないで、サッカーを、ずっと続けていきたいと思います。いろいろお話を伺いました。ありがとうございました。ねえねえ、せっかくだから代表選手とサッカーするのはどう？なるほど、それはいいわね。お二人とも大丈夫ですか？バレー、やった、嬉しい。ではみんなでグラウンドへ向かいましょう。せーの、はい、はい、さあグラウンドへ瞬間移動しましたよ。早速サッカーをやりましょう。その前に今回はロールサッカーを行いたいと思います。ロールサッカーって何？ロールサッカーとは役割の意味です。それぞれの役割でサッカーをしていきます。ルールは、役割は必ず守ること。役割を守れなかったら相手のボールになるけど、その他はサッカーのルールと同じです。それでは4つの役割を決めていきましょう。ゴールの人は得点することができます。歩くの人は歩けるけど走ることはできません。右足の人は右足は使えるけど左足は使えません。左足の人は左足は使えるけど右足は使えません。
ぎんなん、ルールや役割は分かりましたか？それでは早速サッカーをやってみましょう。よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。
みんな楽しそうだったね。ほんと。それでは私たちはさっきの場所へ戻りましょう。せーの。アリサちゃん、みんなとサッカーしてみてどうだった？それぞれ体の一部が動きにくいのにチームのみんなで助け合っているのがすごいなって思った。そしてとっても楽しかった。そう、CP サッカーの選手は体の一部が動きにくく、その場所は人によっても違いましたよね。もう一度サッカーシーンを振り返ってみましょう。それぞれの体の不自由なところをお互いに助け合ってチームを作っていましたね。できること、できないことをそれぞれの役割として、みんなが自分の役割を発揮しながら一緒にスポーツを楽しむ CP サッカーの特徴を体験してもらうきっかけとして、皆さんもロールサッカーをやってみませんか？ところで、日常生活の中でも体が不自由な人に出会うこともあるよね。そうね、街を歩いていて私も見かけたことある。では皆さん、この絵を見てどんなところに障害があると思いますか？あ、階段は車椅子じゃ登れないわ。そうね、車椅子の人はこのままでは登れないわね。このような場合は階段の横にスロープがあったり、誰かが車椅子を押してあげたりすることが必要ね。続いて、電車に乗っている人たちがいるけど、何か気づくことはありますか？あの人のリュックに何かキーホルダーみたいなのがついている。そう、よく見つけられたわね。あのキーホルダーを見たことがあるんだけど、なんだっけ？画面の向こうのみんなはわかるかな？これはキーホルダーではなくてヘルプマークというの。ヘルプマークは外見からはわからない人が障害や不自由なところがありますよって他の人に伝えるためにあるマークなのよ。そうなのね。このマークをつけている人がいたらどうすればいいのかしら？例えば電車やバスで席を譲ることもできるよね。あれ？目の前が真っ暗。こっちこっち。あれ？まこちゃん今どこにいる？こっちじゃわかんない。右に2歩進んでみて。うん、わかった。そしたら前に3歩歩いてみて。あー、びっくりした。突然後ろから肩を叩かれてすごくびっくりした。あっちとかこっちとか見えていればわかることも、見えていなければ具体的に言ってくれないとわからないよね。そうだね。突然後ろから体を叩いたりしてしまうことも驚かしてしまうよね。え？今日は楽しかった。これは手話で楽しいという意味だよ。手話、私にもできるかな？そう、目や耳だけでなく体の不自由な人や困っている人がいたら、自分たちができることをできたらいいね。そうね。それってさっきみんなでやったサッカーみたい。そうそう、右足は使えないけど左足でシュートしたり、走れないけど歩いてパスしたり、自分ができることをして他の人ができないことをサポートしてあげる、それが大切だよね。皆さん、今日はパラリンピックのことやパラスポーツのことなど一緒に勉強できましたね。そして CP サッカーも体験して、それぞれできること、役割を持ちながらプレーすれば、誰でも一緒にスポーツを楽しめることが伝わったら嬉しいです。いつも歩いている街の中には、ヘルプマークをつけている人がいたり、
体の不自由な人や目が見えない人がいたり、大人もいれば子供もいる。男の人も女の人も、おじいちゃんもおばあちゃんも、いろんな人と一緒に生活しています。いろんな人がいて、いろんな人がいることが当たり前なこと。みんなが自分ができることをして、お互いに助け合えれば、みんなが楽しく生活できる。自分ができることは自分でする。パラスポーツはそんなことにも気づかさせてくれました。みんな今日はありがとう。